和田正幸と尾崎由香と世界の和ダックスレディオ、皆さんこんにちは。ダックス企画プロデューサーの和田正幸です。皆さんこんにちは。ダックス尾崎由香です。皆さんこんにちは。ダックスエグザイルファンタスティックスの世界です。この番組は日本の漫画アニメなど心震わせる作品を世の中に発信し夢の循環に取り組む企画プロデューサーで、いいご縁がありますように和田正幸さんが尾崎由香と世界さんと一緒にお送りするアニメ制作バラエティラジオ番組です。ちょい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 、ちょっとそのせっかくなんか渋谷区の企画プロデューサーだよな。企画プロデューサーですね。はい、ということで、で私の聞きました今。全然聞いてなかった。なんで聞かないですか。いやいや、読み直してくださいよ、ちゃんとお願いしますよ先生。この番組は日本の漫画アニメなど心震わせる世の作あ、間違えた、間違えた、もうダメだ、もうダメだ、ダメだ。世界さんお帰りなさい。ね、これさ、この、ね、このラジオってさ、あの1週2週休んだんだけどお帰りなさいって言われるの。うん、だってもう いない、寂しかったもんね。そう、そして尾崎さん違ったけど、ね、あとちょっとね、なんか書いてあるんですよ、和田さんがなんか持ってるから。和田さんがもなんか持ってるから、ツッコミは受け入れろよ。あの突っぱねるのはラジオじゃないから、ね、ちゃんとラリーをすんだよ。ね、あの前回お休みだったその前が世界さん誕生日会だったの で、はい、うん、そうですね、はい、ありがとうございました。レビーのフィギュアいただいて。お、そうなんです。色紙と ね、宝物飾ってくれてるはず。そう、もう書いてくれたのは広江先生ですけどね、うん、ああね、広江先生とも会えましたしね。会えたしね、うん、でそこで、ね、はい、あのこれ番組のスタッフから、はい、あのお誕生日プレゼントがあの日 雪の前後だったんで、そうだ届かない。あ、そうだそうだ、そう、新幹線とか全部止まっちゃってたからね、うん、届いて大事に持ってました。はい、ありがとうございます。改めておめでとうございます。おめでとうございます。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。何これ、あ、ちょっと重たい。開けて開けて。お、カタカタ鳴ってます。マーベルっていうの見えたぞ。お、もう見えちゃった中身。赤いの透けて、何これ。喋ってください、どうぞどうぞどうぞ。いや、もう開けるの、ね、続けて続けて、うん、ね、どうぞどうぞ。いや、あの番組のスタッフとマネージャーとで、はい、何がいいかなって考えての、これということでですね、うん、何ですか。ワイヤレスチャージャー、充電器だ。お、置くだけで簡単に充電ができる充電器だ。ありがとうございます。やった。そうなんですよ、うん、俺携帯 の充電のタブがぶっ壊れてて今。お、じゃあ充電できない。そう、まあできるんですけど接触が悪くて、うん、そうで、あのずっと直しに行くのめんどくさくて行ってないんですよ、うん、だから置くだけ充電器欲しかったんですよ、うん、ああ、じゃあじゃあよかった。ちょうどいい、ね、スパイダーマンですからね。ストーリーオブマイライフ。ありがとうございます。おめでとうございます、ね、これでちょっと充電たくさんされて、うん、うん、LED が点灯するんだ。へえ、ジャンプやアニメの実況の時にね、ぜひこう置いとくだけで充電される。うん、便利な世の中ですね。便利な世の中ですか、うん、そうですね、うん、ほんでね、ちょっと戻りますけども、はい、ありがとうございます。あの前回リルリグの2人が来てくれての、はい、来てくださいましたね、そう、素敵でしたね。そうそう、その下のほらほら、大人やね、幼やか、幼やね。尾崎さんは世界さんの陰口を言って喜んでました。言ってませんよ、これ言い方がちょっと違うぞ。言ってませんよ、いやいや陰口なのかな。どういうことですか。そんな違う、ね、リルリグっていうのもね、うん、あの聞いた方がいいですかって和田さんに言ったら、はい、いや聞かない方がいいかもしれませんって言われて、どんな言い方するんですかそれ。もう悪いみたいな、そんなもう陰口ではないですだから聞いてないんですよ僕。そう、あのリルリーグのお二人がね、あの世界さんとお話ね、うん、してないって言ってたからね、ね、お話ね、ちょっとね、しね、お話してないっつうか、後輩から話しかけてできないよねっていうね。先輩が話すことはないね。後輩はだって緊張するからね。そう、緊張するからね、できないよねって言って盛り上がってただけですよね。楽しくしてたんですよラジオね、世界さんがいない間に ね、コミュニケーション能力が低い人が多いよねなんか昨今、昨今そうですか、今日この頃ね、え、ねえ、生き残っていけないよそれじゃ。いや、そんなことないです、大丈夫です。受け身じゃダメなんだよ。受け身ですか。いつの世の中も私いつも受け身ですか。受け身でしょ、どちらかというと受け身かもね。 あなたからトピックスをいただいたことは一度もないもんだって、うん、投げかけをしていく、もう毎週投げかけてるじゃないですか、企画プロデューサーの後で。今日の思い出してくださいよ、じゃあ。なんて言ってた、私これ何だったっけ。本当に結構前から考えてるでしょ。どれくらい前から。ちゃんと聞いてくださいよ、心して。分かった、聞いてる聞いてる聞いてる本当にありがとう、ありがとう。確かに確かに区画プロデューサーが全部持ってっちゃった。ほんと心して聞いてくださいよ。はい、わかりました。へでもね、世界さんのこと褒めてたよね。そうですね。どうせなんか怖いとかそういうことでしょ。いや、そんなことないですよ。ねえ、言われ慣れてるからいいけど別に。素敵な
先輩ですねってみんなで盛り上がって、あ、覚えてない、いい匂いがするって言ってた。あ、そうだ、お二人がね。そう、リルリーグ共演してないから ね、うん、ねそんな素敵な後輩だった。そんなさ、え、じゃ あなた検温の後輩全員仲いいっすか、うん、お、結構仲いいです。全員、あ、全員、あ、でもザキノスケさんとかだって初めましてだったよね、この間。いや、そんなことないですよ。とか何回も会ってますよ。飯行きます。飯、喋ってくれる後輩います。いや、喋ってはくれますよ、みんな。なんて、いや、おはようございますって言われる、うん、言われます、全然言われます。あ、そう、私結構後輩と仲いいタイプの女なんで。へえ、まあ、先輩から嫌われるの。先輩は嫌われない先輩から嫌われない、そういうのだと。後輩とは仲いいですよ。おはようございます。後輩とはって言っちゃうとより強調されちゃうよ。違います。より強調されちゃうよ。違う、私が緊張しちゃうんでね。緊張しないといけるんですけどね。さきやちゃんの後輩とは会ったことないな、なんか。あ、え、じゃあ今度連れてきますか、あの、ね、ね、ゲスト呼ぼうか。そうだね、あ、アニメ好きな子いっぱいいますよ、可愛い子たちが連れてきたい、面白いから。うん、いいんじゃない。ぜひね、今度呼んでみましょう。いいですよ、もう怖がられてもね。こんなにね、フレンドリーなんだけど。ねえ、そう、ねえじゃない、含みを置くね、あ、ね、あの世界さんがね。うん、そうですよ。放送できないこと言わないでください。なんでそんな人に陰口言われなかんのや。ちょっと放送できないこと面白くしないでくださいよ、誕生日の日に。待てよ、はあ、もうアニメニュース紹介したいんですけど。本当にさ、始まんないんですけど。ちょっと始まんないんですけど。いいですか、じゃあそろそろアニメニュース紹介していいですか。YOASOBIの祝福MV が1億再生。いや、すごいわ、本当に、ね、すごい、大人怖い。ということで、ね、YOASOBIの祝福ミュージックビデオが YOASOBIの祝福ミュージックビデオが1億回再生ということで、音楽ユニット YOASOBI が手掛ける人気アニメガンダムシリーズのテレビアニメ機動戦士ガンダム水星の魔女のオープニングテーマ祝福のミュージックビデオの YouTube での再生回数が1億回を突破したことが分かった。お、祝福は機動戦士ガンダム水星の魔女のシリーズ構成脚本を担当する大河内一郎さんが書き下ろした小説ゆりかごの星を原作として制作、2022年10月に公開されましたということです。もうそっか、2022年ってことはあれだね、2年前、うん、まあね、そうね、だから1年半前から、ね、だから10月だからね、すごいね、1億回ね、1億回ってやっぱりこう、うん、やっぱ、まあ、いい曲で ね世界でもね再生されるから、こんだけね、なんかあの放送当時も話題になったけど、歌詞がね、うんうん、最終話まで見てもう一回、ね、歌詞を見るとすごく、そうそうそう、あのもう最近でも最近のアニソン多いっすよね、そういうの、ね、うん、歌詞がもう物語の結末を語ってた、そう、実は語ってましたね、エモいですねそれは、うん、僕らもね、やっぱりあのアニメの主題歌するときはやっぱり全部脚本いただいて出来上がったものを全部読んでからみたいな形でやるから、やっぱり、まあ、そう寄り添って ね、 そうね、書き下ろしだとそうなりますよ ね、 そうそう、ならないように。なんか初期のアニメもそういう感じ多かったですもんね、なんかこう初期のアニメとはいつ頃の初期、なんかこう70年代ってことあれだ、ね、ドラえもんとか、あ、バビル2世とかね、あのだからアニ巨人の星とか、そうそう、これなんかアニメのさ、うん、あの当時のアニソンっていうのは巨人の星のオープニングで巨人の星の結末歌ってたっけ、あ、結末じゃなくてその物語を投資したというか、うん、あ、だからアニソンっぽいってことでしょ、アニソンっぽいってことです、あ、うん、あのタイトルが入ってるとかね、うん、そう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 、そうアニソンは必ずアニメの主題あの作品名が入ってたんだよね、うん、でそれが結構あの名探偵コナンの諏訪さんがシティハンターやるぐらいからだんだんこうおしゃれにというか、そう、ね、変えていく、ゲットワイルドから全てが変わったからね、キャッツアイって言わなくなった、シティハンターっていうのを、ね、なんかだんだん変わってくるんですよ、うん、そうゲットワイルド本当ね金字塔でね、うん、でもそこがまた一周回って今こうやってね、うん、アニメの作品のことだったり、ね、あえてタイトルを言うのもかっこいいかもしれないね、そうですね、まあ今期だったら完全にバーンブレイバーン、まさにそうですけど、ああいうの待ってたって感じでしたね、うん、時代回っていくんですよなんで今どうする、まあね、そう、まあでもね、獣フレンズもそうだしね、あ、確かに入ってますね、アニソンだしね、うん、がっつり入ってますね、うん、ジャパリパーク、うん、そういうの
また増えるのかな、うん、ね、からうーん、それを聞いてた子供の時聞いてた世代が俺らみたいな、そうそう、30代40代が仕事するようになってるじゃないですか、うん、アニメの、だから多分そういうのやりたい人が多いんでしょうね、スタッフ側にも、うん、そう、まさにあります、ね、ね、だいたいその25年周期とかもあるし、うん、あの女子高生向けの時とかだったら3年周期もあったりするんだけど、その世代がぐるっと変わるじゃないですか、なるほど、そうするとルーズソックスがもう一回流行ったりとか、ああ、ありますね、うん、ありました、やっぱりね、前と違うものっていう、一個前と違うものになっていくとくるくる回転していくと思うんです、そうですね、リスペクトですね、ね、それは、うんうん、また流行っていくのでしょう、何がこういうものがね、うん、でこれオープニングトークで終わっちゃうよ本編いいの、え、終わっちゃダメですよ、だってこれから全然いいけど、ここまでのお相手はえ、なんで、違う全然いい、なんか終わりみたいな雰囲気出てますけど、全然それに一番最初が一番盛り上がってた、大丈夫ね、アニメニュース紹介しましたので、はい、進めてください、今日は、うん、ね、祝福すごいですね、それでは早速締め方締め方、飯番組の進行だね、行きますか大丈夫ですか、お二人行きますか、ね、まあ、世界さんがねまた戻ってきてくれて嬉しいってことですよ、ねえ、ね、いや、もう、ね、あのなんか全部それで片付けるのやめてくれないそれ言えばいいみたいないやいや本当は思ってる、ね、いいですけど、そうなんです、はい、ね、そんなことでちょっと今日はこの久々の通常会ですから、ね、3人でお届けしたいと思います、大事よ、はい、それでは早速始めていきましょう、和田正幸と尾崎由香と世界のワラックスレディオ、今日は3月10日砂糖の日、お菓子作るか、和田正幸と尾崎由香と世界のワダックスレディオ、世界の空想大人や相談室、はい、リニューアルしました大人や相談室、ここでは空想の大人や、つまりオタク特有のお悩みを私が解決していきたいと思いますので、うん、よろしくお願いします、はい、どんどんメールくださいよ、はい、ということで早速リスナーの皆さんから来た空想の大人やについて世界さんに相談に乗ってもらいましょう、まずラジオネーム、うん、M やんさんからいただきました、M やん、異世界で定食屋を開きたいのですが、どんなメニューが人気出ると思いますか、なるほどね、まあ、基本的にはやっぱ魔物の肉でしょうね、やっぱり人気出るの食べたいし、うんうん、まあ、その世界に、まあ、動物が行ったら動物でもいいんだけど、でもなんかやっぱ尻尾とかが美味しいはずなんで、そういうのはいいと思いますね、はい、切れ味、ドラゴンの尻尾のステーキとか、そうですね、やっぱ食いたいからね、すごくいい絵で描いて、すごくいい絵が浮かばれると思います、それを低温調理でね柔らかく煮る、やる、ちょっと骨がいっぱいありそう、あ、ダンジョンの飯ってことね、うん、美味しそうでは続いていきます、はいはいはい、ラジオネームのりさんからいただきました、のり、和田さん、尾崎さん、世界さん、こんにちは、こんにちは、初めてメールします、お、私の大人やは愛犬小太郎の頭にチェーンソーが生えてきたことです、あれ、うん、果敢に頭を撫でると手を切りそうなので、丸くて可愛いお尻しか撫でられません、う、世界さんどうしたらいいでしょうか、果敢に頭を撫でると、ああ、どうしようかな、 どっちから行こう、うん、そうっすね、どっちの、小太郎ね、そっか、小太郎チェーンソー生えてきたか、まあか可愛いと思うんで、可愛がれると思うんですよ、うん、うん、多分僕って言うと思うけど可愛いと思うんだよね、で多分のりさん、のりさんね、のりさんね、ちょっとね、もしかしたらね、のりさんもチェーンソー入ってきちゃうかもしれないねまあちょっとのりさんに事故がないことを願いますね、その時に小太郎が助けてくれるとは思うんですけど、ちょっと小太郎、その時は小太郎に助けてもらった方がいいと思う、はい、ね、すごい切れ味だ、ね、果敢じゃなくて迂闊ですね、迂闊か、ちょっと欲しい、だとして果敢に頭を撫でるってやばいよ、ね、よく意味わかんないでしょ意味わからない、果敢ってなんか勇気とかそういうことやね、そうそう、迂闊ですね、迂闊ね、小太郎チェーンソー来ちゃった、多分、じゃあ続いてこちただね、こちただね、こちたさん、
続いていきましょう。こちたちゃん、こちたちゃんね。ラジオネーム伊豆さんからいただきました、はい、突然おじとおばが亡くなり、今密林で60センチくらいの緑色のおじさんから特訓を受けています。お緑色のおじさんはすごい人で、手をかざしただけで宇宙船を池から出しました。そして念じて池を持ち上げろと言います。心が折れそうです。どうしたらいいですか。で緑のおじさん超強いから多分君が死にそうになったら守ってくれると思うんだ。悩みは何、どうしたらいいですかだけ。どうしたらいいですか、どう修行したらいいですかとかじゃない、じゃなくてどうしたらいいですかです。折れそう。そっか、密林で60センチくらいの緑色の おじいさんね、なるほどね。心が折れちゃうの。いや折れないでしょうよ別に、これは何これは何、緑色のおじいさん、あーそういうこと、ね、緑色のおじさん60センチってそういうことね。そういうこと、はい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 、念じてね手をかざしただけで宇宙船を池から出しました。そういうこと、はいはいはい、あーはい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 、お前そうか、そういうことか、お前ねすげえ能力持ってっからいや緑色のねおじいさんというか、まあ、人なのかちょっとわからないと思うんだけど、すごいぴょんぴょん飛び跳ねるから、そのおじいさんめっちゃ強いし、で多分君はその宇宙の命運を司るんで、心折れてる場合じゃないんですよあなた。ここあなたが心折れたらね、エピソード5ぐらいで終わっちゃうからそうなのよ、まだ終わっちゃダメなんですよ。だからちょっと折れないで頑張ってください。もうちょっと頑張ったら楽しいから、そう可愛いお姫様も出会えるからね、ちょっともうちょっと頑張ってでは続いていきましょう、はい、どうぞどうぞ。ラジオネーム M ヤンさんからいただきました、普段はまっすぐしか走らないミニ四駆を自由に操作するにはどうすればいいですか。なるほどね、なるほどね、まっすぐしか走らないミニ四駆を自由に走らせたい、これはそうね、60センチくらいの緑色のおじいさんに修行しに行くといいと思うそうすると多分動かせるよそう、素晴らしい合わせ技、そうそうするとお前にフォースの力をって言ってくれるから似てるそう言ってくれるから悩みと悩みをぶつけたら新たなものがそう解決してるそれがいいと思う。そしたら多分自由自在だと思う。何このどうしたの。じゃあ続いていきますか。いいよ、終わりましたかね。いいよ、ラジオネーム伊豆さんからいただきました、はい、黒竜派を使うと、体力と揚力を使い果たし眠ってしまうのですが、どうしたらいいですか。黒竜派だけだったら別にね、蛇王演説がつくとあれだけど、まあそうね、やっぱ魔界の炎なんで、そりゃね、だからまだ多分一発二発が限界だと思うんす、ここから魔界に行ったらもうちょっとあなたムクロさんとかいるんで師匠に出会うんで、もうちょっとしたらそうすると何回も打てるようになると思うんでね、今はちょっと体力投与力大変だと思うんですけどそうすあともうちょっとかっこよくなると檜山信行さんの声になるんで、君邪剣の力よって言ってくれると思うから、多分なめるなよって言ってくれるから。じゃあ続いていきます、はい、ラジオネームミケさんからいただきました。ミケさん、みんな大変だね。バスで観光しています。バスで、ついに有名な暗殺一家の前に来ました。でも扉が重くて中には入れそうにありません。中が気になります。どうしたらいいですか。いやー、そっか、ドローン飛ばしてもいいですか。あ、ドローン飛ばしてもダメですね。ドローンダメですね。中にすっごい密林だから、そこもすっごい密林だからドローン飛ばしても、ね、意味ないっすね。どうしたらいい。ドローン畑落とされます。どうしたらいいんだ。どうしたらいい、まあそうだね、なんか気になるんですよ。門が、まあ、ちょっと俺見たことないから分かんないけど、門が多分第1第2第3第4となってると思うんだそうだから多分、まあ、一番簡単だねところから開けるしかないかなと思うんですよ。で観光してんでしょ。でもそこのゾルさんの言っちゃってるし、わかんない、ゾルさんっていうね人がいると思うんですよ、多分そこ観光地なんだから、そこの中に入りたいのかな。入りたいんですよ。そっか、気になるんです中が。もし釣り竿持ってたら釣り竿で一回入ってみたらああね、一回試してみたら、いい切れ味いいと思う。
あとやっぱね密林なんでね、うん、もうちょっと頑張ればあの緑色のおじいさん出てくる。みんな密林好きで、ね、また緑色のおじいさん出てくるの。でも確かに漫画って全部密林あるかもな。あジャングルね多いね。ね漫画じゃないですよ、おた悩みだから。そうだ。そう。あほんまや、ほんまや。そうだ。確かに。観光地ね、俺も行きたいよそこ。じゃあ続いて。はい。ラジオネーム伊豆さんからいただきました。はい。同じ高校にかなり大衆学祭男子がいるのですが、うん、どうしたらいいですか。前世がドリアンなのではというくらいです、うん、みんな気を使って本人には言えていません。さあなるほどね、それは大変だ。超能力使えたらねいいんだけどな、うんうん、大衆問題か、うん、これは結構あれだ、リアルにもあるね。空想じゃなくてもリアルなお悩みでもありますからね、うん、これはね。ドリアンでしょ。ドリアンだったらまあ食べればね美味しいけどね、やっぱ結局緑色のおじいさんに頼りになっちゃうのかな。今日もう全部もう緑色のおじいさんになっちゃった。同じアニメになっちゃった、ね、フォースの力でお前の体臭を飛ばしてやろうって言ってくれるから多分そう、もう耐えきれなかったらもうジューンって出してもらって、うん、そうそうそう、伊豆さんね多分出してもらって、伊豆さんもうちょっとしたら多分あの評議会に呼ばれると思うんでそうでこう同じ系列になっちゃった。お前にはどういうのかっていうのは言われると思うんでね、うんうん、緑色なのか赤色なのかはたまた紫色なのかっていうのが多分モテると思うんで、まあ持ったらねその大衆ごと切っちゃえばいいんで切られた本当に、はい、あかわいそう。そういうことになりますね。ちょっとねみんな悩みがね、ねやっぱ尽きない、尽きないあるね、尽きないね、しかしバッサリいくねすごいね、はい、ということでドリアンの匂いは嫌だね。緑色のおじいさん強いから解決してくれます。何でも大丈夫ということで今回はここまでです。ありがとうございます、はい、このコーナーでは空想のお悩みを募集しています。オタク代表の世界さんがきっと解決してくれます。以上世界の空想オタナヤ相談室でした。和田正幸と尾崎由香と世界の和田クスレディオ、和田クス公開オーディション最終審査。ここでは総合学園ヒューマンアカデミーパフォーミングアーツカレッジの学生さんをリモートゲストとしてお招きして番組オリジナルのオーディションに挑戦してもらっています。これまで七色セリフオーディションにチャレンジしてもらいました。その中から7名の方が最終審査へと進みました。今週と来週のそのファイナリストの中から2名の合格者を選出していきます。そして今回行う最終オーディションはこちらです。ロッテリーナレーションオーディション。ファイナリストの皆さんには今から番組が用意したナレーションを読んでもらいます。ナレーション原稿は3つ、それをくじにして引いて出たものを読んでいただいています。ちなみにロッテリーとは日本語でくじです。3つのナレーションは番組ホームページに掲載していますのでそちらでご確認ください。まず最初のファイナリストは総合学園ヒューマンアカデミー大宮校パフォーミングアーツカレッジの福田拓郎さんです。どうぞ。それは2020年にテレビアニメシリーズで産声を上げたアニメのスタートと同時に多くの話題を集め、今年2023年には劇場版トゥルーアイドルが公開、またセカンドライブツアートゥルーライブも大成功を収めた。現在業界から最も注目されているアイドルアニメコンテンツの一つ、それがトゥルーガールズなのであるとなります。いや優しいお声ですよね。なんか ねこのやっぱり彼はあの、うん、予選というか、うんうん、前の時も思ってたけどすごく個性特徴のあるね、うんうん、お声されて印象に残ってました。そうそうそう、耳残りする、うん、なんか倍音なのかな、なんかすごい素敵な ね感じね。一人目からいい感じです ね、うん、ね。じゃあ続いていきましょう。続いてのファイナリストは総合学園ヒューマンアカデミー広島校パフォーミングアーツカレッジ岡本春さんです。どうぞ。それは2020年にテレビアニメシリーズで産声を上げたアニメのスタートと同時に多くの話題を集め、今年2023年には劇場版トゥルーアイドルが公開、またセカンドライブツアートゥルーライブも大成功を収めた。
現在業界から最も注目されているアイドルアニメコンテンツの一つ、それがトゥルーガールズなのである。となります。なるほど。なんかまたね、これ9時のことで、そうですね、また同じものでしたけど、1本目ってことかな多分ね、うん、また感じ方がやっぱね、そう違った。いや、しかしやっぱ出るね、ここね、うん、個性が出ますね。いい感じでした。ありがとうございます。では続いていきましょう。続いてのファイナリストは総合学園ヒューマンアカデミー千葉校パフォーミングアーツカレッジ、中山大輔さんです。どうぞ。スーパーマダックスランドのルールは簡単。まずはチーム1、チーム2に分かれ、予選会を行い、それぞれ決勝進出者を決定。その後、決勝進出者がスーパー障害物レースで直接対決、最終的な優勝者を決定します。皆さん、豪華賞品を目指して頑張ってください。おお、なんか楽しい感じ。高田のね、高田社長感がこう、高いのにさらに高いとこまだ行くんだみたいな。頑張ってくれ。中山さん頑張ってくれてましたね。ね、頑張ってました。ギリギリのねところでファルセットならず、高いね。素敵でした。ありがとうございます。ということで、次回もファイナリストが登場して最終審査を行います。以上、ワダックス公開オーディションでした。和田正幸と尾崎由香と世界のワダックスレディオ。お届けしてきました、和田正幸と尾崎由香と世界のワダックスレディオ。そろそろおしまいのお時間です。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールはワダックスアットマーク joqr.net まで。またこの番組の公式ハッシュタグはハッシュタグひらがなでワダックスです。そして番組公式 YouTube ワダックスチャンネルもあります。こちらでは番組本編と映像付きのおまけトークがお聞きいただけます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回のおまけは大人屋の続きをしていきます。はい、詳しくは番組公式 X をご覧ください。さて、ここでお知らせです。ということで和田さん、はいはい、次の回ですね、3月24日なんですが、はい、ゲストに漫画家の東武先生をお招きします。東さんはね、もうあの皆さんご存知、電波教師、ね、アニメ化もされたコナンの前の枠でですけど、今回あの新作を、原作担当やられてて、それをちょっとご紹介したいということで、ぜひ来ていただくことになっていますので、お便りお待ちしております。ということで、はい、大人屋の続きをねまたやっていきますが、いっぱいね空想の大人屋待ってます、うん、皆さんぜひ待ってますよ、お送りください。みんな大喜利化してきて、ね、好きないんだから、ね、光の巨人とかでもいいんだよ全然。確かに空想なんだから。これも大体お悩みの相談の年代が分かるよね。分かる。何を見てきたかっていうのがね、こう、うん、何を見てきた、うう、ね、何言ってるんですか。何をね、そういうコーナーになりつつある。何言ってるんですか。何のアニメか、何のアニメかっていうの、真剣な悩みなんだから、ね、確かに確かに、そうだよ。何を言ってるんですか、何を見てきた、はい、ということで、ごめんごめん、ちょっと分からないな。皆さんありがとうございました。ということで、ここまでのお相手は企画プロデューサーの和田正幸と尾崎由香と世界でした。ありがとうございました。この番組は総合学園ヒューマンアカデミーの提供でお送りしました。